皆さんこんにちは、土井ちゃんです。今回のビデオはですね、サイクリスト、これプロのサイクリストが家でもやっている手軽なトレーニング、自転車に乗る上で必要なトレーニング、こちらをですね皆さんに今回は紹介していきます。皆さん今回ですね、家でできる手軽なトレーニング、こちらを紹介しますが、実際にですね、僕がプロだった時にヨーロッパでトレーナーからねもらってたプログラムがありましたけども、そのプログラム、最近ですねワールドツアーのある人にどんなトレーニング最近やってるのって聞いたら、僕がやってたその8年前9年前のトレーニングプランとほぼ一緒でした。ですから皆さんにねそれをね紹介したいと思いますが、まず必要なのは、トレーニングマット、床にね寝転がったりしますんで、これがあると汚くならないということで、これを敷きます。敷くためにこれ一つ、トレーニングマットね。もう一個はバランスボール、バランスボール、これは大きさ様々ありますけども、だいたいそうですね、この腕が回した時につくかつかないかぐらいの大きさだといいと思います。この2つを使って今回は3つ家でできるトレーニング紹介します。このトレーニングをやるだけで実際にですねペダリングが安定したりとか、体幹がですねものすごく鍛えられたりしますので、こちらをですね皆さんにやってもらいたいと思います。それではやってみましょう。さて早速トレーニングを開始していきますけども、なぜバランスボールを使うのか、これまず先にね説明しておきたいです。自転車っていう乗り物はですね、体幹がしっかりこうしてないと、ペダルに力を入れた時に体がブレてしまったりとか、苦しくなった時に、体がブレてしまったりしてしまいます。ですからこのバランスボールを使って体を支えながら何かをやるっていうトレーニングがやはり自転車にはすごく有効的です。ですからバランスボールを使います。このトレーニングは背筋を鍛えるトレーニングなんですけど、ただの背筋だけじゃなくて、ハムストリング、そして臀筋、こちらをですねしっかりと意識しながらやることによって、結構ですねただの背筋じゃなくて、いろんなところが1回で鍛えられる、そんなトレーニングですね。これをやる時のポイントですけども、自宅にある壁等を使って、まず足をつけて膝をつけますね。膝をつけた状態でバランスボールを体につけます。そしてバランスボールに乗る、これね壁を支えにしてバランスボールに乗りながら、体をこうバランスを取りながらねやるのが重要です。その時にこれ大事です、ハムストリングとお尻の筋肉、これをしっかりとね力を入れて固まってるか、この背筋を始める前にここが固まってるか、ちゃんと力が入ってるか、こちらをですね確認してほしいです。それができてきたら今度は始めていきます。腕を頭の後ろに置いてバランスボールをちゃんと支えながら、バランスボールを包み込むように下がって上がる、上がる、こういう感じですね。この時に大事なのは、さっきも言いましたけども、ハムストリングとお尻にしっかりと力が入っているかどうか、こちらをですね常に考えながら意識しながらやってみてください。このトレーニングをやる上で大事なポイント、ハムストリングとお尻に、お尻の筋肉がですね、これ臀筋とハムストリング、こちらがしっかりと力が入ってるか、ちゃんと固まってるか確認してください。これねバランスボールを支えている時だけじゃなくて、背筋をしている最中、常にこう力が入っているかどうかっていうのがすごく重要になります。こちらを今一度チェックしてみてください。皆さんこれねヒルクライムしている時腰痛くなりません？あれねなんで痛くなるかっていうところなんですけど、自転車乗ってる姿勢って
こういう形で乗りますよね。その時って体のラインって斜めになるじゃないですか。そうすると頭、重たい頭と上半身どちらもですね、支えなきゃいけません、その角度でね。この支える行為っていうのがすごく背筋とか体幹の筋肉のですね、使うわけですよ。そしてこの背筋のトレーニング、これをやってる最中、ロングライドとかヒルクライム乗ってる時、登ってる時、ヒルクライムしてる時ね、してる時に腰が痛くなる、その痛みとこのトレーニングやってる時の痛みすごく似てます。まあ使ってる場所が一緒なんですけど、このトレーニングやることによってロングライド、ヒルクライム、その最中にですね、腰が痛くなくなる、痛くなる原因というのは筋力が不足しているってことなので、その筋力を補ってあげるだけでヒルクライム、ロングライドすごく楽になります。ぜひやってみてください。これ今までね、普通に重り持たずにやってましたけども、ただのこのトレーニング、何もね重り持たずにやると物足りないなって感じる人いると思います。すごくね、速くなりたい人、強くなりたい人、こちらにおすすめなのは、こういったですね、今ここにダンベルしかないんですけど、こういったダンベルをですね、頭の後ろにこうやってつけてバランスボールを支えてやる、これはですね、まあ重りいくらでもいいです。僕はですね、選手の頃だいたい10キロとか首の後ろにですねつけてトレーニングしたりしてました。ですから、もしこのただの腹筋で、背筋で物足りない人、これダンベル等をですね頭の後ろにつけることをお勧めします。すいません、皆さんめっちゃ喋りにくいんですけど、このままでお許しください。次のやつはですね、このバランスボールを今僕がこの体勢、これはこの手で、手をまあ強くできるようになってくると、この手を胸に当ててとかできるようになってくるんですけど、最初はですねバランスを取るのが難しいんで、この状態から正しいフォームはこうです。体幹をしっかりと意識する、まあお腹に力を入れるって感じですかね。お腹に力を入れた状態でこのボールを自分のところに持ってくる。この時に意識するのは、お腹に力を入れてハムストリングとお尻の筋肉を使ってボールを引き寄せます。この時も一緒なんですけど、さっきやった背筋、この時もハムストリングとお尻の力を入れた状態でずっとやり続ける、言ったと思います。今回はお腹に力を入れながらハムストリング、臀筋、こちらを意識しながらやるのが大事なので、さっきの背筋と比べると今度は前側のね、部分も意識する形になります。さっきやったやつが背筋、これが腹筋っていう感じね、なんて言ったらいいかな、ハイブリッド腹筋みたいな感じですかね。こうマルチに一気にいろんなところを鍛えられる腹筋だと思ってやってみてほしいと思います。これね、物足りない人出てくると思います。物足りない方はこれ同じようにね、臀筋、ハムストリング、お腹の力入れた状態で両足でやるのはもう大体できますね。物足りない人はこれを片足でやってみるとさらに負荷がかかりますので、おすすめです。次にやるのはまたまた前側のね筋肉を使ったトレーニングですけども、バランスボール使います。今僕このまあバーベル持ってますけど、これなかなかねお家にある人いないと思いますんで、こちらは今回ねサンプルとして皆さんにお見せしますが、お家でやるときは500ミリのペットボトルであったりとか、あとは2リットルのペットボトル、 1.5 リットルのペットボトル、様々あります。最初は500ミリのペットボトルを両手に持っていただいて、これ自転車のボトルでもいいですね、持っていただいてバランスボールの上に乗っかります。乗っかって、これはペットボトルだと思ってイメージしてくださいね。この時にまず最初にチェックしてほしいこと、ハム、お尻、お腹、こちらにちゃんと力が入ってるか、
確認してください。そしてお尻が下がった状態でやると全く意味がないので、お尻を上げた状態でこれをやる。これ今ねバーベルやってますけど、ペットボトルでも十分できますんで、こういう形でやってみてください。さて皆さん、いかがだったでしょうか。今回ですね、バランスボールを使った手軽なトレーニング、これね実際にワールドツアーの選手もやってるトレーニングです。今回のトレーニングはですね、フォームを正しくやらないとなかなか正確なトレーニングできないです。ですから誰かにチェックしてもらうのもよし、またはですねスマートフォンで自分で撮影して実際にフォームがちゃんとできているのか、こちらをですね今回のビデオと、ね、照らし合わせながらやってみてほしいと思います。これはですねサイクリングする上では効果的に働きます。皆さん今から始めてください。それでは皆さん次のビデオでお会いしましょう。さようなら。